藤川清は、ラジオ大阪のアナウンサー。一時はプロデューサーを兼務していた。大阪府大阪市日区出身。大阪教育大学附属高等学校平野校舎、立命館大学法学部卒業。大学時代には、藤本義和が支部長を務めていた、日本放送作家協会関西支部主催の朗読劇に出演。 平山スケジローや大石力などを演じた。その一方で、アナウンサーを志していたことから、中央放送研究会の京都アナウンススクールにも、通学。2009年に開かれた第7回、京都学生祭典では、FM802 の DJ、鬼頭優がと共に、学生司会者を務めた。大学卒業後の2010年4月1日に、福島テレビへ入社。 アナウンサーとして本社の報道部に配属された。東日本大震災発生直後の2011年5月1日付で報道記者兼アナウンサーとして郡山支社へ移動。FNN スピークや FNN スーパーニュースで東日本大震災関連の特集を放送する場合には福島県内の被災地から全国向けの中継リポートをたびたび担当していた。 2012年7月1日付で、福島テレビ、福島本社報道部アナウンサーに復帰。復帰後は、東日本女子駅伝テレビ中継での中継所実況や情報番組のリポーター、定時ニュース、ナレーションなどを幅広く活動した。2013年3月15日付で、福島テレビを退職。翌4月1日付で、ラジオを大阪に移籍した。 同局が男性アナウンサーを採用するのは1993年の田中智秀以来19年ぶりであった。ラジオ大阪への移籍後は2014年9月24日から2017年3月31日まで平日早朝の生ワイド番組モーニングライダー藤川清ですのメインパーソナリティを担当。ラジオ大阪朝日放送 毎日放送の在反民放ラジオ3局が FM 補完放送の本放送を開始した2016年にはラジオ大阪代表のワイド FM 大使へ任命された。これを機に朝日放送ラジオ、毎日放送のレギュラー番組、両局との共同制作による特別番組及び関連イベントにも随時出演している。2019年には ラジオ大阪での先輩アナウンサーにあたる原田、俊春が、9月30日で同局を定年退職。原田の定年時点で、他の正社員アナウンサーは、藤川と和田真美子しかおらず、原田も、翌10月1日から、食卓契約へ移行したため、ラジオ大阪の男性正社員としては、唯一のアナウンサーになった。さらに、和田は12月1日から、 第2子の出産を伴う3前3産後休暇を取得。定年後もアナウンサーとして在籍している原田も2020年1月下旬から3月中旬まで悪性リンパ腫の入院過料に専念していたため原田が同年6月に収録番組で復帰するまではラジオ大阪アナウンサーとしての職務を事実上一手に担っていた福島テレビ時代ラジオ 大阪時代以下の番組には、いずれも、ワイド FM 大使として出演。ありがとうございます。